先生、翼の状態は？一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ、史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼？立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル、今日はナイスファイトだったぜ。サルだけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のこと。とにかく俺たちは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが、決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ3年連続で南葛と東邦で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、タケシ。さっき武蔵中の水木さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。それで。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている、だそうです。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。